ここが地上か。魔界より空気がよどんでおるわ。そこに潜んでおらず出てくるがよい。そなた、滝夜叉の子であったの。いつぞやは小賢しい真似をしてくれた。良い顔つきに見える。アッシュ、戦え。そなたがこのアッシュと笑わせるでない。そなたの相手などそのものがしてくれよ。音を鳴らせ。ペルセフォネに伝えよ。我はいつでもどこでも自由に動ける。この我の意志一つで魔界も冥界も思うがままになる。我が弟スキピオヌが次期後継者であることを忘れるな。